あなたの中に問いが生まれる瞬間、未来は動き始めている。その問いは原動力に、その問いは希望に。問いの数だけ未来は変わる。ドコモ未来クエスチョンズ始まる。働き方って変わった？さあ始めましょう。皆さんは一応まだ学生さん？はい。今大学3年生で就活中です。同じく大学生で、今現役大学生で4年になります。はい。5年12年とドコモさんにお勤めされても長いと思うんですけど、働き方ってこうなんか変わってきたなっていうところはありますか？そうですね、ドコモでは、単身赴任をしなくていいんですね。最近里帰り出産って子供が双子で生まれまして、はい、でおめでとうございます。ありがとうございます。で里帰り先ほどの今名古屋で育児子育てをしながら、東京の仕事をさせてもらってます。いいですね。働く場所が自由になることでこう育児にも協力できるってすごいいいですね。はい、家族の時間もしっかり取れるので、本当ありがたいですね。私も家族の転勤に合わせまして、香川で今ほとんど働いています。はい、香川と東京の2拠点生活をしています。あとはドコモで言うと勤務時間も自分で設定できるようなスーパーフレックス制度っていうのもあったりするので、そういったものも活用しながら働いてますし、やっぱ今の働き方って本当にいいのかなってこう考えながら取り組んでいくことが大事かなというふうに思います。変えていくにはこうまずそこからですかね。なんかこうもっとこうなった方がいいなっていう働き方みたいなものはありますか？いいですか？なんか僕は、今こそその就活やってるんですけど、その働き方とか就職先、職種とかじゃないですけど、そういうのってやっぱり一つじゃないといけないっていうのはあったりするんですか？一つじゃなくていいと全然思ってます。副業制度とかも今あるので、やりたいことというか叶えたい夢にこう近づけるんであれば、一つの選択肢として使えばいいのかなというふうに思います。選択肢がたくさんあるってすごくいいですよね。企業と企業を掛け持ちするみたいなこともできちゃう？できるね。ですか？富田さんって何かやりたいことあるんですか？今はないです。3人の育児と仕事にいっぱいいっぱいなので。私も大学でオンラインの授業でリモートが多くなったんですけど、対面でも授業やりたいなって思うことがすごいあって、リモートワーク望まない人がいるってことについてはどう思いますか？リモートがいい人はリモートで、出社したい人は出社っていう風に選べるといいなと思います。実際に私の所属しているチームでは、みんな週に一度出社奨励日が設けられていまして、もう皆さんすごい楽しそうにランチに行かれてます。会えた方がいいっていうこともありますもんね。私は香川でうどんを食べています。いいですね。ここからなんか新しい、また働きたいっていうのが見つかるかもしれませんよね。はい、そうですね。どうやって働いたら楽しいかっていうのを一緒に考えていけたらなって思いました。未来への問いは尽きませんが、働き方に疑問を持つのは新しい働き方を作る一つの答えかも。問いの数だけ未来は変わる。働き方、このままでいいんだっけ？夢を見つけるにはどう学べばいい？さあ、始めましょう。みんな夢とかはあったりするんですか？将来の夢は、どんなところでもメンズの洋服だったり、女性の洋服だったり着れるモデルになって、あとはダンサーもやっていきたいので、両方できたらいいなって思います。すごいですね、ダンス。すごいです。ゆきくん、夢ありますか？ない。まだない。まだないんだ。かのんちゃんは？夢はまだないです。じゃ、なんかゆきくんとかかのんちゃんみたいに夢を見つけるためには何をこうどう学べばいいんでしょうね？そうですね、夢を見つけるってすごく難しいと思うんですよ。私も学生の頃にもういろんな国でいろんな人に会ったんですね。なのでいろんな人に会っていろんな価値観を知るといいと思います。じゃあ
ダンス留学をしたいんですけど、そうやって留学をするってことですか？そうだね。留学をするといろんな人に会えると思うんだけど、今はメタバースっていうすごく面白いテクノロジーがあるから、うん、メタバースを教育に使うといいと思います。メタバースって、メタバースを教育に使うんですか？はい。知りたい？知りたい。知りたい。はい。これがメタバースの教室です。すごい。こういった空間の中で小学生から大学生までみんなで未来の学校について話し合いました。このアバターは誰になるんですか？あ、これが私です。猫ですか？はい。怖い先生も怖くなくなりそう。先生が猫だったもんね。本当だね。怖くないね。朝起きて学校行かなくて済むから楽そう。うん、そうね。あ、確かに朝起きて学校行くのが一番大変なんか。そうだね。そう思わないね。ここに登校すればいいからね、うん。パジャマのままでも登校できますもんね。意見も言いやすそうじゃない？そうだね。実際にね、現実の世界だと質問があまり出ないのに、うんうん、メタバースでだと質問がたくさん出るってありますよ。なんかみんながいろんな人と話せた分だけたくさんのまた価値観が知れそうですよね。うん、うん、そうですね。うん、あー、なるほど。メタバースで夢を見つけるっていう、これからそういう時代がもう来てるってことですよね。うん、すごいね、りゅうきくん。これで夢を見つけてちょうだい。はい。私もこれからさらなる新しい出会いでさらなるメタバースを作り続けていきたいと思ってます。さらなるメタバースか。未来への問いはつきませんが、メタバースは夢を見つけるための一つの答えかも。問いの数だけ未来は変わる。学び方、このままでいいんだっけ？海の豊かさを残すには？さあ始めましょう。海の豊かさを残すにはどうしたらいいんでしょうか？毎日サーフィンしているんですけど、うん、ちょっと海のゴミがちょっと気になりますね。温暖化とかって関係ありますかって思ったり、うん、なんか、うん、確かサンゴとかが関係あるって授業とかで聞きました、うん、そうなんですか？ええ、サンゴは実は海の中で森のような役割をしていまして、海に住む生物を非常によく守っているんですね。海を守るサンゴを私たちが守りたいなと思ってます。どうやって守るんですか？はい、水中ドローンという方法と、それからサンゴの DNA を調べることで守ります。水中ドローンなんかあったんですか？これが水中ドローン。すごいですね。実は水中ドローンはですね、私たち人間が潜るより2倍深く潜れますし、それから10倍以上長く調査できますので、深いところにいるサンゴの健康状態まで調べることができます。じゃあサンゴが元気かどうかが分かっちゃうんですか？はい、そうなんですね。ドコモの水中ドローンはまさにドクタードローンですね。ドクタードローン、はい。ドコモさんすごい。ありがとうございます。人はだいたい40メーターぐらいまでの深さしか潜れないんですけど、ドローンだったら80メーターぐらいまで潜れます。で、潜ったところで80メーターのライブを配信することができるの。じゃあ竜宮の使いとかダイオウイカは見れるんですか？さすがにそれは難しいな。でも新種のサンゴとか見えるかもしれないです。あ、それはいいアイデアですね。もしかしたらこの水中ドローンが取ってきた水を調べたら、今まで見つかってない DNA だったら、これは新しいサンゴかな、新種かな、わかるかもしれないですね。森に木を植えるみたいに、海にサンゴを植え付けて、森と海の両方から地球の温暖化が防げたらいいですね。じゃあドクタードローンでこう世界中のサンゴの健康を守れるといいですね。それが夢なんです。はい、今は、沖縄で始めていますけど、はい、これをもう世界中に広げていって、はい、世界中でサンゴ礁がどうなってるのかっていうを理解した上で、うん、みんなで世界中でサンゴ礁を戻したいっていうのが、僕たちの夢です。あ、サンゴ増えたらいいですよね。はい、ね、うん、そうですね。サンゴ植えてみたい。サンゴ植えツアーとかあったらみんなで行きますか？行きたいです。未来への問いはつきませんが、水中ドローンは豊かな海への一つの答えかも。問いの数だけ未来は変わる。私たちの海って
このままでいいんだっけ。はい、本日は3つの、課題について話したんですけど、どれもこう、あ、そんなことが今あるんだとか、そんなことをドコモさんがやられているんだっていうこととか、どんどんこうやっぱり時代が進んでいるなっていうことをすごい感じて、驚きと、あととても勉強になって、また未来がワクワクしました。いや、でもどれも学び方もアバターで教室でこう授業されるっていうのも、あ、確かに世界中でできればいろんな価値観をこういたもらえて、またすごいこう夢が広がりそうだなと思いましたし、海底に潜る、ドローン、水中ドローンもね、そんなサンゴを守れる、そんなすごい機械が開発されているのもびっくりしましたし、あとドコモさんがどんどんこう改革的な働き方をされているっていうのも、皆さんがこれからをこういう働き方をしたいっていうのが見つかりやすい、すごいそれをこう推奨されている感じがして、また発見になりました。ああ、そうですね、皆さんやっぱ好奇心旺盛だし、今日ドコモさんからいろいろ教えていただくことで、あ、そういう感じなんだっていうことを知れて、ますますワクワクされているようにも見えて、なんかとても楽しかったです。はい、生活の些細なことなんですけど、電気はもうすぐ消すとか、あとお洋服は捨てずにリサイクルするとかですかね。あと、まあ、エコバッグを持つとかですね。まあ、忘れることもあります、はい、反省はしますが、忘れることもあるんですけど、はい、しますしますします、はい、こう、はい、もう使わなくたらすぐ消すっていうのを心がけてます。私は結構カフェとか、あとそういうレストランとか日本料理屋さんみたいなところでこう料理の修行をしたりしたいです。案内も憧れるんですけど、それはいいのかちょっとどうなのかと思うんですけどでもなんかこう可愛い制服着て、ああいうこう何個も手にこうもお皿を乗せてね、変えられる、あれかっこいいですよねやってみたいですけどでも料理をやる方やってみたいです。広島出身なんで、ちょっと近くの島根とかによく子供の頃家族で行ってて、素潜りみたいなのをよくしていて、カニとかちっちゃな魚とかヒラメみたいな、ヒラメとかずっと永遠に一日中潜ってるのが好きでしたヒラメ見ました、砂に隠れてね、うまく、うん、はい、永遠に追っかけるっていうやってました。追っかけるだけ見て泳いで、はい、私たちがこう小学校の頃はパソコンとかそういうタブレットを持ってやるっていうより、もう本当に教科書とかだったんで、今は割とねそういうものを使ってみんな子供の頃からやってるから、なんかそういうのがあったら
こう世界と通じれたりして、そういうリモートみたいなこともしたりして、いろんな人と話すとか、もうちょっとこう身近に感じれたり、日本だけじゃなく世界のいろんなことを知れたりっていうのが、よりね、こう分かりやすく想像もできたりして、だからそういうタブレットみたいなのがあったらよかったなっていうのを思いますね。